今週は、中山で朝日杯フューチュリティステークスですか行われるわけで、まあ、来年からちょっとまたね予想が変わるということで、まあ、一応節目の年なんですけども、まあ、この辺ねこういう節目のレースはビシッと取りたいかなという気がします。まあ、関西馬ね、やっぱりどうですかね、一番注目アトムかなと思うんですが、シーウッドコースで追い切りました。そうですね、うん、まあ、稽古はね、まあ、デビュー前から動いてましたけど、まあ、ここ2周の動きはさらに決め手に磨きかかってきたというか、うん、低い重心からと回転の速いトラックで、うん、瞬時に合わせた相手を一周するという動きを見せてくれましたし、本当に合力でさらに良くなっているなという感じしますね。馬体にも幅が出てきましたし、だいぶその精神的にも強さが出てきたかなという気がしますね。やっぱり2歳重賞でちょっとまだ動きが若いな、走りが若いなと思う馬とかも散見される中で、まあ、あとも本当低いフォームがそのまま、ねね、保った状態でグンとつけてるっていう、すごい速かったですね、抜き出す時の。一方の反路組ですけども、どうでしょう、注目されてるのは、ね、ベルカントなんですけども、今はもう性格の悪いところ直すっていうよりはこのまま持ち味を生かそうっていう感じのね、調整でやっぱりスピードを生かす調教をしてるし、面子をつけてもちょっと武豊ジョッキーを抑えきれないところありましたが、まあ、時計は合格なんですよね。ただメンバーは早い馬が揃ってるし、この馬が低く気性かっていったら女の子でもやっぱり、ね、突っ張る気性なんで、ね、そうですね、その辺はやっぱりちょっとこう心配かなっていう、感じは残ります。体調は良くてもまだまだそのレースの駆け引きがね分かってない方のようなところがあるので、まあ、若干やっぱ心配が残ります。人腹持ちの連長も気になりますよね、やっぱね、そういう性格なんで、そうなんです。あとね、シングルソードはね、決して優等生ではないんですよ。追い切りも最後仕掛けた時にちょっと外出しの方へグーッと持たれて、本当はもうちょっとやりたかったところをジョッキーやれなかったんですが、実はそういう気性のしっかりしたタイプ、自分も持ってる馬っていうのは長距離輸送でね結構強いと思いますね。胸幅なくしっかりあるし、マイル仕様の馬体、この馬は割とこうまだまだこうなんかベールに隠されたところがあって、なおかつ自我を持っているっていう個性派の一頭としては、ね、非常にこう注目したい馬かなと思いますね。アトムは何万馬力ですか？何万馬力でしたっけ？10万馬力でございます。やはり私たちの世代のアトムは10万馬力です。なんかコメントしづらい。しづらい。やっぱり関東馬もね結構強いと思いますね。向かい打つ方が有利で、あるのね、確かですね。まあ、遠征する国とすると、まあ、今挙げた馬たちがちょっと面白いですよと、楽しみですよという、まあ、そんな感じ で今回じゃあまとめさせていただきますか。快速馬が多い、そうですね、確かに客室とかって言ったらあとの決めてみたいな、ね、できるかもしれない。そうですよね、確かにこういうその差し戦法を、ね、体得しているというのは大きい部分かもしれないので、動きもいいのでね、まあ、この辺り軸かななんてことを思いながら、まあ、いろいろ予想も考えていきましょうか。はい、うだこな感じで今回じゃ始めさせてもらいます。はい、ありがとうございます。